皆さんこんにちは清川と申しますこの講座を見ているあなたはきっと基礎医学を勉強したいという気持ちで、えー、見ていただいてるんじゃないかなと思います基礎医学は、まあ、大学の勉強の中でですね、まあ、高校から続いているところもあればもう全く初めましての領域そのどちらもあるんですけれどもおそらくですねつまずきがちなのは全く初めましての領域なんですね 大学で皆さんに基礎医学を教えてくださっている先生はですね今までの小中高の先生と違う点が1つあります。小・中・高で皆さんに勉強を教えていた先生たちは皆さんに教えたくて先生を選んだ方々ばっかり。でも大学っていうのはですね研究をする場所で。でそこで研究をしている先生たちが まあ片手間って言うと悪いですけれどもじゃあちょっと学生の方にも授業しといてってことで授業しているそれがですね小中高と大学にある大きな違いなんですねなので正直とっつきづらいって僕は医学部生時代の時に思ってましたなのでとっつきやすい基礎医学講座を作りたいっていう僕の 欲望じゃないえー、僕の野望によってですねこの講座が出来上がったというわけでありますでは一緒に基礎医学の分野を勉強していきましょうまあ、スライドでですねこんな感じでどんどん出てきますまあさっきちょろっと言いましたがこの講座では医学部入学時点ではまだ生物を勉強していないという人もたくさんいると思うんですね でやっぱりその生物っていう土台そして基礎医学っていう土台の積み重ねの上に最終的には臨床の医学が、えー、そこにあの知識をどん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 積み上げていくっていうことになるんですね。なのですっごく大事そんなすっごく大事な基礎を生物の知識がゼロ状態でも大丈夫。 この講座で楽しく分かりやすく勉強していきましょう基礎医学の中でも今回はまず生化学というところにスポットライトを当てていきたいと思いますなのでまあ、CBT に向けて、えー、復習にこの動画を使っていただいてもいいですし大学で生化学を勉強する前に先駆けての予習の意味でこの講座を見るそんな使い方もすごくしっくりくるんじゃないかなと思いますちなみにこの講座では 自己複製、他者との境界、そして代謝の三つのステップに分けて、生化学を勉強していきたいと思います。この分け方は、僕が勝手に分けただけなので、生化学って、こういうふうに三つに分かれるんだ。とは思わないでくださいね。でまた、各だいたい十分ぐらい、一コマ、えー、用,意で用意しているんですけれども、最後にですね。cbt レベル相当の問題演習を用意しています。 なので、まあ、授業ということで新たな領域を学んで最後に締めくくりとして問題を解いてみるそんな形でこの講座を進んでいきますよ。でですね生化学とはもう切っても話せないもう切っても切れないような縁が深い学問がありまして生理学学っていう学問もありますちょっとあまりにもですね こうなんて言うんでしょうお互い絡み合っている領域ですので生化学を触れていく上で生理学にも触れざるを得ないそんな瞬間がやってきますそういう時には生理学の内容にも触れていきますからねちなみに生化学というのは生物の体の中で起こっている反応を科学の視点で解き明かしていくといった学問で主に経過にスポットライトが浴び,浴びることが多いです えー、対して生理学という学問は生物の体の中で起こっている反応を物理の視点でで解き明かしていく学問です主に機能、まあ、つまり結果何が起こるのかといったところに注目していく学問です。繰り返しになりますがまずは生化学を、えー、勉強していいいきたいと思いますそれではですね長いお付き合いになるかと思いますが一緒に頑張っていきましょうね はい。今回取り扱うのは自己複製。そしてその一つ目の講座ということになります。ではまずアブストラクト。まあ単語を整理していきましょう。DNA、遺伝子、染色体、ヌクレオチド、ごちゃごちゃになっていませんかそれをしっかり区別して、まずはですね、単語で混乱してしまうと絶対つまずきます。 英語の勉強だってそうですまずは単語帳をバーって読み込んでから文法や長文の勉強に移っていきますよね単語でつまずきがちなのが生化学の、えー、皆さんまず最初にですねあの、えー、陥りがちな1個目の罠なんですよなのでまずは単語をしっかり解説していきますよで今回の講座のポイント2個目セントラルドグマって何 まああのね、某有名の、えー、新世紀的なアニメでも出てくるセントラルドグマってワードなんですけれどもあのアニメでのね使われ方全然違うのであのまずは生化学というか生物の学問の中におけるセントラルドグマを、えー、勉強しちゃいましょうね。では単語を整理していきます。皆さんは DNA と遺伝子染色体、まあ、つまりこの3 ですね DNA 遺伝子染色体という3つのワードの違いを説明することはできますかえちょって思ったそこのあなたうん確かに難しいですよね。 なのでまあ一個ずつ丁寧に説明していきますから、まあ、もしねこんがらがっちゃいそうだったらこの DNA と遺伝子と染色体はそれぞれどういった言葉なのか、まあ、メモ書き用意してもいいですしこの動画を繰り返し見てもいいですから絶対にですねここで諦めないでついてきてくださいね。でこの「核」をどん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 拡大していくと。 こういった構造になっているんですね。核の中には染色体といった領域があります。特殊な色を染める染色液というものを細胞にピュッピュッピュッって吹きかけてあげると、核が色が染まるんですけれども、核の中でもこの染色体っていうところが色が染まるんですよ。まあ、そのまんまですよね。色が染まるから染色体と呼ばれています。で、この染色体といったものはですね、ヒストン という、まあ、芯にあたるようなサランラップとかトイレットペーパーとかの芯というワードですよね芯にあたるようなタンパク質ヒストンに DNA がぐる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 巻きついた構造をとっています。でこの DNA は紐のように、えー、連なっているんですけれどもこのつながり方の順番で人の体の設計図としての役割を持っているんですね。 なので DNA の中に遺伝子が書き込まれてていいいるという,ふうな理解をしてください、まあ何かこうちょっとね的量しか見たいじゃないかなって僕は思ってるんですよ。この核,にどえー、核をねこうクローズアップすると染色体があって染色体をクローズアップすると DNA があって DNA のある一部分に注目すると遺伝子という情報がそこに乗っかっている、まあ、この関係性ですよね。まあ、言葉でペラペラ喋りましたが文字で一旦整理してみましょう。 染色体これは物質の名前です繰り返しになりますが細胞の核を染色した時に染まる部分のこと染色体は長い紐のような dna がヒストンに巻きついていいててる構造をとっていますこの巻きついている状態の DNA にはヌクレオソームっていう別名もついていますからここがややこしいんですよ。もう僕はですねこの講座の一連の流れの中で何回も言っていきます。 生、えー、化学に限らず基礎医学の領域は名前の付け方が下手すぎるえっ、ー、とですね一つの物質に複数の名前が付いてることなんて当たり前です。 だから「あれこのワードって確か何々って名前だったよな」だから「これは別か」とか思わないでくださいね一つの物質に複数の名前が付いてることは当たり前ですからその都度その都度「あれこれとこれって一緒か?」っていうふうに確認するようにしておいてくださいいいですか DNA とヌクレオソームって結局は同じことですよ巻きついてる時の DNA の呼び方がヌクレオソームですからねで続いて DNA そのものの説明に行きましょう DNA も物質の名前です長い紐のような構造をしています DNA っていうのはこう長い紐のような構造をしているわけなんですけれどもそれをさらに拡大するとヌクレオチドという塊がつながってくっついてできています3つ目遺伝子これはですね役割の名前と言っていいでしょう遺伝子という物質はありません DNA は先ほども言った通りヌクレオチドがくっついてできていますこのくっつき方に え順番そしてパターンの法則性があるんですねあ、この順番でヌクレオチドたちがくっついてるのってことはなるほど体を作るときにはこういうふうにすればいいのかということで設計図としてですね役割を持つんですねこの体を作る設計図の情報を持っている部分を遺伝子と呼ぶわけですではちょっとですね僕皆さんに説明しないままどん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 進んでいるところがありますよね DNA はヌクレオチドがつながってくっついてできている じゃ、ヌクレオチドって何やねん説明しましょう。ヌクレオチドというものは、これですね、引っ掛け問題じゃないんですよ。繰り返しになりますが、性化学の領域は名前を付けるのが下手すぎる。ヌクレオチドは、 に酸がくっついたもののことですもうね僕はねどんだけあがいてもこれ以上簡単に説明ができないもし僕にもう絶大なる権力があれば絶対名前変えるんですけれどもうん今ねもう残念ながら基礎医学業界はこれで回ってしまっているので気合でここだけは覚えるしかありませんはに酸がくっついたもののことですそれでですねリボヌクレオチドといったものとデオキシリボヌクレオチドといったものが具体的にはヌクレオチドであります ではリボヌクレオチドに注目してみましょうかリボヌクレオチドはちょうどこんな形をしてますかねで、塩基とリン酸があると思うんですこの塩基同士でヌクレオチド同士はどん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 みんなで手をつなぎますこの塩基同士でくっつくことによってデオキシリボヌクレオチドは DNA として働くわけですねくっつき方のイラストが一番スライドの,のが右側に載っていますこの黄色いところ同士で手をつないでいますよね でこの DNA っていうのはヌクレオチド同士がつながってできていると言っていますがこのつながってという言い方は重合してといいう言い方もできますこれは、えー、まあ難しい言い方になりますが意味としてはくっつくという意味しか持っていません。 ヌクレオチドのくっつく順番で体を作る設計図としての情報になっていますそれが遺伝子しつこいようですけれども何回も繰り返しさせてくださいね左から AGT で順番に並んでますよね AGT ってことは体のパーツはこれか次は CAG ってことは次には体のパーツはこれかというふうに体をどん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 組み立てていくことができるわけですね DNA の中で体を作る設計図が書き込まれている部分を遺伝子というわけなのでじゃあここはえこれ体作る部分じゃなくねっていう部分も,もちろんあるわけですその部分は遺伝子とは言いませんあくまでも人の体の情報を担っている部分それだけが遺伝子なんですねでは続いてのポイントですセントラルドグマって何 DNA をですね発見した昔の科学者さんがこう言ったわけです生き物って、まあ、人も、まあ、お猿さんもお犬さんもお犬さんもお犬さんも あ猫ちゃんもうもうだいいたこうでしょうバイキンとアもそうなんじゃないのっていうふうに生物には基本こういった共通の、えー、ルールあるだろうっていうふうに、えー、言い出したわけですね。でこのセントラルドグマどういう共通点があるかと言い出したかというと生物は自分の遺伝情報を複製しししてしてて転写そ翻訳するこの順番は基本的には崩れないだろうって言い出したんです。 でです、ね、まあもちろんちょっと矛盾点とかちょっと例外とか出てくるんですけれども昔の話で DNA が見つかったばっかしの話なのにこれ結構当たってるんですよすごいですよねなのでこのセントラルドグマ時を超えて皆さんにも学習する必要が生じてしまっているわけです。複製転写翻訳って何っていうのはそれぞれ説明しますもちろん後でも細かく説明しますのでざっくり複製っていうのは細胞が分裂するために DNA を増やす工程 転写っていうのは DNA から RNA が作られる工程 RNA ももちろん後で説明します翻訳というのは RNA をもとにタンパク質が作られる工程この3つの工程がセントラルドグマですからねではぽい問題を解いてみましょう CBT っぽい問題いきますよ DNA に続いて正しい DNA について正しいのはどれかいきなりかんじゃったなさあどれでしたっけ DNA っていうのはなんかこんな感じで僕ずっと説明してたと思うんですけれどもどうでしょう 覚えていらっしゃいますかかかねなななんかこんこ感じ大丈夫かなそう正解は B ヌクレオチドが重合したものですが重合っていうのはくっつくって意味でした DNA はヌクレオチドがくっつく重合してつながってできていてこのくっつく順番で体の設計図を担っているその担っている部分を遺伝子というんでしたねこんな感じで授業の最後に問題を解くってのを続けていきますよそれでは次のコマで会いましょう よしそれでは自己複製2では具体的に僕たちがどうやって自分の体を作っている細胞をですね増やしていってるかなどを勉強していきますよ。でですねあのいろんな工程があるわけですそのいろんな工程が出てくるので混乱するかもしれませんが皆さんに1個知っておいてもらいたいのは順序が大事っていうこと,と順序って大事なんですよ。 僕はですね、中学生時代に、まあ皆さんは LINE の世代だと思うんですけど、僕はギリギリ、ギリギリね、あのメールアドレスの世代だったんですよ。まあそれ置いといて、まあ LINE みたいなもんです。お互いの連絡先をね、えー、知りたいときに、ちょっと、気になる女の子がいたので <laughs>、ちょっと。 好きなんで連絡先教えてくださいって、でもうあの順番を間違えてしまったんですよね。普通逆じゃないですか。連絡先を聞いて仲良くなってから告白するでしょそしたら嫌ですって言われてあの終わったんで、本当に順序って大事なんです。あの、それで。では、あの、僕はちょっと傷つきましたが、アブストラクトに行きましょう。アブストラクトです。1個目、延期追形成とは。そして2個目、え、3、5、細字へして、 ホススジエステル結合とは <laughs> ちょっと引きずってますね <laughs> で。で3つ目 DNA 複製は一方通行、はい。この3本でお送りしていきたいと思いますよ。ここからは心、えー、切り替えてからいきますからね。はい塩基対形成とは塩基対いきなり難しそうな言葉ですけれども僕たち日本人はラッキーです漢字の意味をしっかりですね読み,と読み取ればどういうことかわかります。 塩基対形成対っていうのはペアってことですよね塩基同士でペアを作るこれが塩基対形成です DNA っていうのは基本的には一部の例外を除いて二本が互いに巻きつき合っている状態で存在していますこの二本巻きつき合っている状態のことを二本の鎖みたいだってことで二本差 DNA っていうわけなんですねでこの互いにですねただくっついてるだけじゃなくてこう巻きつき合っている状態なんですよ 螺旋階段とか言ったりするその螺旋そのらせんががつつななってるんんでですねこんな感じでその構造のことを二重らせん構造と言います DNA は一部の例外を除いて基本的にこの二重螺旋構造をとっていますのでそれをしっかり頭に入れておいてくださいそれでですねヌクレオチドの中の塩基僕はこんな感じのことをしたと思うんですけれどもこの塩基同士でヌクレオチド同士が手をつなぐよこのくっつく相手が実は決まっているんですアデニンという塩基は チミンとしかくっつきませんしグアニンという塩基はシトシンとしかくっつきません逆もまたしっかりですよチミンはアデニンとだけシトシンはグアニンとだけなのでまあ、アデニンを見たらあじゃあペアはチミンなのかってことがわかりますしシトシンを見たらあペアはグアニンなのかってことがわかりますそれでですね続いてのポイント3・5ホスホジエステル結合とは一体何か DNA というものはこれはあくまでも分かりやすくするために一本差 DNA を持ってきてますがこれってかなり例外の状態ってことはもう皆さんも勉強したはずでこの一本差 DNADNA を一本の鎖として見なすとですねそれぞれヌクレオチドがこういうふうに重合してできてるでしたねこのヌクレオチド同士が融合してできているこの一本差 DNA を拡大してみるとこんな構造になっていますで炭素原子は アルファベットで C ですけれどもこの C に注目してみましょう C にはそれぞれ番号が振られていますよね同じ C だからこそ番号を振って区別しているわけです C1 これは1個目の C で C2C3C4C5 ってあるわけなんですけれどもその中でもですね注目してほしいのは C の3と5の部分ですなぜ3と5に注目するのかというとですね実はぬくれ落ち度同士は 必ず三と五、この、ここでくっつくわけなんですね。えっと、ややこしいかもしれないんですけれども、DNA が一本差 DNA でヌクレオチド同士がつながっているときには、このヌク,ヌクレオチドの中の炭素の三と五同士でくっつきます。でも、日本差 DNA がこうペタって、お互いの DNA 同士がくっつくときには、塩基同士でくっつくんですね。ここ、えー、ごっちゃにならないでくださいよ。で このホスホジエステル結合っていうのはヌクレオチロの中の炭素の3番と炭素の5番があったとするなら3が手手手手ををつつなななげるる相相は絶対ににののヌクレオチドの5番ととぐことになるんです僕たち人間だって横に並んで「はいじゃあ横に並んだ皆さんと手をつないでください」って言ったら僕たちの右手がつなぐのは相手の左手でしょで僕たちの左手がつなぐのは相手の右手でしょ それと、ぬくれ落ち度も同じことです。僕の三番がつなぐのは相手の五番だし、僕の五番がつなぐのは相手の三番というわけです。なので、ぬくれ落ち度の両端を見てみると、それぞれ三側と五側に分けることができるということになります。こうバーって、この人の形をしたぬくれ落ち度が並んでいると、一番。 えー、皆さんのイラストの中で言うと左側は3に当たりますし皆さんのイラストの中で右側は5に当たるというわけですねつまり片方の DNA が3末端から5末端方向に並んでいるときにその DNA のくっつく相手2本差 DNA を作るその2本の2本目の方は5から3方向に伸びているという言い方ができるんです。これれをしっかり頭に入てておいいください で、三つ目のポイントです。DNA 複製は一方通行と言えます。一個の DNA が二個に増えること。これを複製と言います。実は、この複製にも、三から五というような方向や、五から三といった方向が関係してきます。どうしてかはわかりますかね。なぜなら、ですね、DNA は五方向から三方向へ複製されるという特徴があるからなんです。 もともと DNA っていうのは1本のの状態でいいいるのはすごい珍しいこと基本的には DNA 同士でペタッとくっついて2本差2本の鎖の DNA を形作っていることが基本スタイルと言いましたよね。でこのペタッてくっついてる2本差 DNA がいざ DNA 複製で2倍になるよそれぞれこいつも相手を作るしこいつも相手を作って。 2倍に数が増えるよこれが DN 不正なんですけども DN、F、不正するよって時には5末端方向から3末端方向へコピーが作られるといった特徴があるんですよだからここにあの5末端方向や3末端方向を勉強する理由が入ってるんです DNA をじゃあこれもう一個作っといてっていう時にもうじゃあ順番とか関係なくどっちか片方から書けばいいじゃんでねあの写しを作ればいいじゃんって思うかもしれないんですけれどもそうじゃないんですよ。作れるる向きが決まってるんですで DNA が二重差があるとちょっとスライドを戻しますよ。よいしょ片方が3か,ら3から5っていうふうに、えー、流れてるんだったらもう片方は絶対に5から3っていうふうに流れてるんです。 だからその向きっていうのがすごい大事になってくるのが DNA の複製の過程なんですよ。ちょっとですねここの講座は すごく実際紙に書いてみるるとししっくりくりかもしれません2本の線を引いてみて片方5から3ってした時にこっちは片方から3から5じゃあこいつらが解けた時には DNA をスムーズに作れる方とスムーズに作れない方が出てくるのかなみたいなことを思いつけるようになるのが次の講座で説明しているところなのでこの動画だけでねアップアップになっちゃわないでくださいね次の講座ももしよかったら今日是非見て進んでみてください。 ね、この講座と次の講座を合わせてみれば絶対に理解が進むと思いますそれでは CBT っぽい問題を解いていきましょう PCR で用いられるのはどれかこの問題はですねちなみにこの講座を受けただけで解ける必要はありません僕はあえてスルーしてきたからです PCR 今すっ すごくよく聞くよよ聞言葉ですよねコロナウイルスに感染しているかどうかの検査ですごく有名な PCR。別にコロナウイルスだけじゃなくていろいろな病気の検査に使うことができます。で、この PCR っていうのは、まあ、英語の略称でしてポリメラーゼチェーンリアクションという、えー、頭文字をとって PCR なんですね。 ポリメラーゼ、僕はこっそりここに登場させているんです緑のものが DNA ポリメラーゼ DNA の5末端方向から3末端方向にのみ相手を複製することができる特徴を持つ DNA を作ってくれるコピー屋さんなんですねこのコピー屋さんを使って PCR 検査っていうのは行われているわけです OK、この問題は解ける必要がなくてこの問題を通して知識が1個増えれば OK PCR で用いられるのはどれか A、DNA ポリメラーゼ DNA を複製してくれる向きにこだわる複製屋さんそれが DNA ポリメラーゼですお願いなので次の講座もそのまま見てください次の講座で待ってるよお願いお願いしますは来てくれましたねありがとうございます自己複製三。 皆さんがさっきまで見ていた自己複製2の続きになりますよ。いやさっきまで見てないよと。ちょっと時間空いたよって。そこのあなた。もし時間に余裕があれば自己複製2をもう一回見てからこの自己複製3に取り掛かってみてください。ここはねセットにするかめっちゃ悩んだところなんです。それではアブストラクトにいきましょう。1個目復習しましょう。え復習僕のこの講座には付き物です。次の範囲に進むにあたってですね、絶対に取りこぼせないところを僕はよくよく復習を講座の中でします。まあ あ、こいつそういう性格なんだなというふうに思ってもらえれば大丈夫です2個目リーディング差とラギング差この講座の中のメインポイントになってきます リーディングさとラギングさがどういった風に DNA 複製で関わってくるのかはですねアニメーションを用いて解説していきたいと思います初の試みなのでちょっとドキドキしていますがきっとうまくアニメーションの方がハマることでしょうそう信じてます3つ目 RNA プライマーと DNA ポリメラーゼなんかねアルファベットや横文字って難しそうじゃないですか そうでもない RN a プライマーと DNA ポリメラーゼは少なくともそうでもない僕を信頼してですねもうちょっと辛抱強くこの動画を一緒に見ていただければ幸いですでは1個目復習していきましょう DNA っていうものは5末端方向から3末端方向へ複製されるという特徴があるんでしたつまり複製される時には向きがすごく大事というわけですこのイラストでもなんかそんなことが載ってますね緑の矢印のところを見てみてねそれでですね DNA の複製で覚えておきたいものとしてリーディングさとラギングさといったものがありますこれはですね英単語を意識するとわかりやすいんじゃないかなと思いますよ、えー、例えば都教祖とかでリードしていますとか言いますよね相手に対して先に進んでいるような状況をリードって言います そのリードに ing がついてリーディングさ、つまりですね先行していく DNA の鎖 DNA さ、それがリーディングさですでまあここからはですねあんまり日常生活で使わないかもしれませんが例えばスマホとかのオンラインゲームやパソコン、えー テレビゲームとかでオンラインゲームとかをしてるとですねネット回線の遅れとかであれ俺動動かしてててるるはずななのに動いいねえぞっっううよこうことが起こったりすすんですそ,ういうにそういう時にですねこれはゲーマー用語なんですけど、まあ、この「ラグいわ」っていうのはつまりちょっと遅れちゃってるわ回線の都合で、えー、俺の手の動きと画面内の動きが遅れちゃってるわっていうのを相手に伝えるワードなんですけれども、まあ、その「ラグ」に「ING」がついた「ラギングさ」。 まあここから覚えていただければあのそれだけで十分なんですけれどもつまりラギングさっていうのは「遅れていいる DNA の鎖という意味ですリーディングさは先んじている」「ラギングさは遅れている」この2つちょうど対照的になっていますのでセットで覚えちゃってくださいね。でなぜ DNA の複製においてですね先に先行するリーディングと、えー、遅れて作られるラギングが生じるのかというとこれ,これが分かりやすい図になるかなと思うんです。 これだけを見て、まあ、わかるかなって、あの、僕も思ってない。ですので、こっからが初の試み。アニメーション作成の時間となります。DNA は、こういうふうに、三から五方向と、五から三方向、互い、互いの状態で、二本差 DNA を形成しています。この上下がくっついている、というふうに思ってくださいね。DNA 複製が起こる際には。 このくっつきが解けます。こういうふうに解けたときに、それぞれ DNA が作られるわけです。ではまず、上の方に注目してみましょう。上の方の DNA が作られるときには、DNA ポリメラーゼがやってきます。作る方向として、3から5のときには互い違いになるように、 5から3方向になるように作っていくのでこういうふうな DNA が作られていくわけですねよく見てみてくださいこの DNA ポリメラーゼが作った DNA は5から3方向にどん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 作っていくことができますよねで、こういうふうにバンってペアが出来上がったら DNA が倍になっているってことになりますよね でも一旦こっち今度は元々のこの2本の中で下の方に注目してみましょう。5から3方向ってことはこのお相手としては35方向の DNA がこういうふうに作られるはずですよね。でも DNA ポリメラーゼはこういうふうにほどけたこの DNA のここにしかくっつくことはできません。うん、DNA ポリメラーゼは 5から3方向のみにしか動くことができないのでこれじゃ作れないんですある程度開ききってから逆打ちする形でこういうふうに DNA を作ることしかできませんなのである程度開ききってから逆打ちする形でこういうふうに DNA ポリメラーゼがやってきてある程度開いてから。 逆打ちするる形でこういういうにペアを作るそうするともともとあった DNA のペアとしてこの黄色い DNA が作られる合わせて復習してみましょう2本の DNA があってこのくっつきがほどけますほどけた時に5から3方向に当たるリーディング差では そのまま DNA のペアが作られますが3から5方向という作られになってしまうラギングさではある程度開ききってから逆打ちする形でこういう向きで DNA が作られていくことになりますなのでこちらはリーディングさこちらはラギングさということになるわけですね。皆さんアニメの世界から帰ってきましたね。 <laughs> なんかオタクに対するチクチクことみたいになっちゃったではですね続きいきますよ一気に一筆書きに作られるリーディングさアニメの中では上の方の鎖ですそしてちまちま逆打ちで作られていく方そちらがラギングさアニメの中では下の方の鎖ですちなみに下の方の鎖ちまちま作られていく部分は岡崎フラグメントという名前が付いています 日本人の岡崎先生が発見したから岡崎フラグメントと呼ばれています3つ目 RNA DNA プラライイマーーととポポリメラーゼいいうポイントに移っていきますアニメーションの中にも出てきました DNA 複製の際に活躍する DNA ポリメラーゼこいつは5から3方向で DNA を作っていくという特徴というかこだわりを持っています。ですが実はこいつ単独で働くことはできません。 まずはですね、RNA プライマーというものが DNA にくっついて、でそこから DNA ポリメラーゼはモリモリと複製をつく開始するといった形なんですね。DNA ポリメラーゼが働くための足場だというふうに思ってみてください。実際に説明してみましょう。リーディングさで説明します。DNA ポリメラーゼがここにやってきても、うん、足場がないから俺はくっつけないなってなるわけです。 そんな時に RNA プライマーがくっついているとはい僕を足場にしなよなんかね <laughs> アンパンマンみたいな感じですよね <laughs> もう僕の顔をタピオみたいな感じで僕を足場にしなよって RNA プライマーが言ってくれるわけですそしたら困ってた DNA ポリメラーゼは助かりますえいいのありがとうと RNA プライマーという足場がやってきてくれたわけなので DNA ポリメラーゼは無事に5から3方向に DNA 差を作り始めることができます 例としてリーディングさを今回は紹介しているので、一筆書きで DNA は作られていきますよ。それでは CBT っぽい問題を解いていきましょう。DNA の複製の際にリーディングさができるのは A と B のどっちか。さあどっちでしょう。DNA 複製は DNA ポリメラーゼが起こすんでしたよね。DNA ポリメラーゼは5から3方向に作るというこだわりを持っている。 一筆書きになるのがリーディング差ですから B そう正解は B ですなぜなら元々の鎖が3から5ということは作る、えー、実際の複製相手の方は5から3方向に B だとなりますよね5から3方向だと DNA ポリメラーズは一筆書きに DNA を複製することができますなのでリーディング差になるのは B ラギング差になるのが A ということになります では、えー、この講座はここで終わりです。前の講座とひ一つなぎに見ていただいた方、えー、ありがとうございました。皆さんそれでは自己複製4の範囲に進んでいきましょう。4ですよ44。まあですねこの自己複製4では DNA の修復そのものの、えー、過程を勉強していきたいと思います。 DNA はどん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 人間の体の中で作られていくんですけれどもそのすべてがですね間違いいいななく作られてるわけではないんではんすね一度間違って作ってしまった DNA は間違っても大丈夫なようにその間違いを修正カバーするようなシステムが体の中にはあるわけです。この講座ではそれを勉強していいいきたいと思いますそれでですね、まあ、DNA ってだけことだけにかかわらず、まあ、世の中ってそうだと思うんですよね。 まあ、間違いをしないじゃなくて,間違,えてした間違えてしまったとしても。 そそれをカバーできるよううに工夫しておく、まあ、そういうことがね大事や,と思いますよいや名言をいきなり、えー、垂れ流してしまいましたがそれではアブストラクトの方に行きましょう偉そうやね俺1個目 DNA の構成 DNA の構成って何ぞやって思ったそこのあなたえー、っとですね構成っていう言葉知ってますあの本とか書いてる時に間違ってる字とかがあるとそれをあの修正してもらうやつですよね、まあ、DNA にももちろんそういった間違いを修正する能力があるわけですで2つ目 DNA の実際の修復の例を挙げましょうミスマッチ修復というものがありますで、三つ目 DNA の修復,例修復の例としては二つ目にあたりますがヌクレオチド除去修復といったものを取り上げたいと思いますではですね DNA の構成についてまずはスライドを使って勉強していきましょう DNA 複製のミスに回避方法があるとするならば まあ DNA 皆さん実際作っていると思うんですよ毎日 DNA は皆さんの体の中で作られていますよただ俺今 DNA 作ってんなって自覚,は自覚ある人いないと思いますなのでまあ、ちょっとパソコンでね文章を打ってるっていう風に例えてみましょうあなたがパソコンで文章を作っているとしますよねもし打ち間違えちゃったら消して入れ直しますし 一度完成させて読み直した時に間違ってたら「あここ間違ってる」って言って修正しますし例えばこういう文章で行こうかなって思った時に他の誰かがそれを書き,あ書き換えてしまってたら「おい何書き換えてんねん」って言って修正しますよね。こういうふうにですね、えー、と DNA 複製のミス回避方法にもいろいろなバリエーションがあります。 打ち間違えた DNA を消して入れ直すこれは DNA の構成と呼ばれるところに当たりますそして後で読み直してあ間違ってるってなったら修正するこれはミスマッチ修復に当たるところですでまあ、他の何らかの影響を受けて文章が書き換えられてしまっていたらそこを修正するそれが抜け落ちの除去修復といったことになるわけですねでは1個目 打ち間違えた時の入れ直し DNA の構成を勉強していきましょう DNA の構成 DNA の複製というのは5から3方向に一方通行になるといった特徴があるんでしたね。でこの DNA 複製の時に活躍する DNA ポリメラーゼという酵素は時々間違いいをしてしてまいます皆さん間違いに気づきましたかし上 C の相手として A が選ばれてしまっていますね C の相手は G じゃないといけないんですうわやべっ DNA ポリメラーゼ思いますわー俺 C の相手に A くっつけちゃったよどうしようそうなった DNA ポリメラーゼは冷静なんですねこういう風にこう進んでいってよしこの相手どんどん作っていくぞあミスったミスった時にはじゃあ1個バックしようってなるわけです1個バックしたこの DNA ポリメラーゼはバックすることによって この間違えててくっっつけてしままたヌクレオチドを切り離すすこことができますこの動きをそして働きを DNA の構成と呼ぶわけです C の相手に A が来てしまったこの間違いを DNA ポリメラーゼはバックすることによって修正してその正しい相手がまたくっつ,きくっついてよかったねこれで DNA はミスることなく作られていくねってことになるわけです。 ただですねこういうふうに作っていくときにミスに気づけたらいいんですけれどもすべてのミスに dna ポリメラーでも気づくことができるわけではありません完成した後にミスに気づくってこともありますそれにですね ちゃんとななんらミスなく DNA ポリメラーゼ君が DNA を作っていたとしても化学物質や紫外線の影響で壊れてしまうといったこともあるわけなんですでその時に働くシステムを今から説明します1個目が DNA の修復の1つ目ミスマッチ修復というものですもうこれは完成形の DNA ですあ、チミンの相手はデニンじゃないといけないのにグアニンになってしまっているこんな時にはガシャーン というふうにそこら辺一面をヌクレオチドを取っ払ってしまってまた作り直すこれがミスマッチ修復の仕組みですちなみにですねちょっとスライド戻りますよ一番最初のところここになんか書いてありますね親さ娘さと書いてありますそれはどういうことかというと元々あった DNA のことを親さと言います。 DNA ポリメラーゼがその親さを読み解きながら作った複製相手それを娘と言いますだって親から娘が生まれるわけですから、まあ、この関係性というのはしっくりきますよね。でねこのじゃあ親ささと娘さっっててどういうふういいふに区別するのって思いませんだってパッと見た時には、まあ、TATCGC って書いてあってで娘さんの方には ATGGCG って書いてあるわけですよ。 でもこれどっちが親でどっちが娘かっていうのはこの順番を見ただけではわからないでも実は区別すするる方法があるんですまあだってですよこのミス「間違ってる」ってなったのは t と g の組み合わせですよねでどっちかはコピー元正しいわけですこの場合だったら親さが正しい娘さは間違っているでも 間違って親さの方を消してしまったら間違った娘さの組み合わせが後の体に引き継がれてしまいますよねなので僕たちの体はあこれはさっきできたばっかしの娘さ DNA これはもともとコピー元になった親さ DNA というふうに見極めるシステムがありますこの見極めるシステムは何かというとですねメチル化といったものですどういうことかっていうと実はこのヌクレオチドっていうのは 完成してから時時間間がが経経ててばつつつほどメチルポポポンポンポンってくっっくくくくくんででですこれはあくまでも時間でくっつくものだからヌクレオチドのつながり DNA を見た時にあ片方はめっちゃメチルくっついてるけどもう片方はメチルくっついてない。ってことは年食ってる年寄りのおやさ DNA はメチルくっついてる方のこっちかじゃあこっちはコピー元だから消さんどこ間違ってるメチルがくっついてない方を消しとこうっていうふうに区別が、えー、できるわけなんですね。 メチル化されてる方が親さメチル化されていない方が娘さというふうに区別することができますでは DNA 修復その2ヌクレオチド除去修復に、えー、説明を移っていきますよ紫外線を浴びると遺伝子の中でもピリミジンというものがピリミジン同士がねです、ね、紫外線の働きを受けてくっついてしまうって何と思ったそこのあなたピリミジンっていうのはですね ヌクレオチドの中でもチミンやシトシンのことはピリミジンといったグループ名で呼ぶことがあるので覚えておいてください。でこのピリミジンの中でも特に民は紫外線を浴びるとくっつきやすすいんですねこのくっつきが起こってしまうと後々問題が起きてしまうのでこのくっつきも除去したいそんな風に人間の体は考えるわけです。なので除去します。これがヌクレオチド除去修復というわけですね。 この時に働く酵素の名前はヌクレアーゼと言いますでまたここにチミンを作ってあげる紫外線を浴びなければこいつらはくっつかないわけですからこれでヌクレオチドがくっついてしまったものは解消されたといったことになりますこれがヌクレオチド状況修復ですからねミスマッチ修復と区別して覚えておいてくださいそれでは CBT っぽい問題を解いていきましょう×の位置で合成異常が見られた場合 ミスマッチ修復において切断される部分はどれか、いいですか？バツの部分にミスマッチがあるわけですよ。このバツの部分を切り取りたいとなるとどことどこを選ぶといいと思いますか？このバツの部分を挟むように存在している 1, 1と3ですよ。1と3だから答えは D です。この 1>, 1と3のところにハサミをちょきんちょきんって入れると、バツの部分を含んでポロって落ちますよね。そうすればまた作り直すことによってミスマッチ修復が、えー、出来上がります。答えは D。まあこれは、まあ、当然かなって思いますけどね。あの難しく考えすぎないでください。このバッテンのところを消したいよ。どこにハサミに切り込み入れますか。この1と3ですよ。ってなわけです。それでは次の講座でお待ちしております。ミスマッチ。 マッチ最近僕の周りではあのマッチングアプリやってるやつばっかなんですよね。いや。始めた方がいいんかな？